そうそうそう。ああ、すいません。アベンタドール最近最近最近ミュージック、最近 TV を見て。はい、皆さんこんにちは、最近 TV の最近です。いやー、早いもので気づけばもう2019年も終わりですね。この動画で2019年は最後の動画になります。2019年最後の動画はこちら、家族で車3台全部手洗い洗車。今年の汚れは今年のうちにということで、今日は今年1年お世話になった我が愛車たちをまとめて綺麗に洗いたいと思います。車を持っている人が必ずすること、それは洗車です。まあ中にはね、いや、雨で洗おうから俺洗わねえからっていう人も時々いるかもしれませんが、まあ大体の人は、まあ、時々洗車しますよね。一口に洗車といってもですね、例えばガソリンスタンドの機械洗車、手洗い洗車、もしくはセルフ洗車場みたいなとこ行って洗う人もいれば、自宅にスペースがある場合は自宅の庭で洗車する人もいると思います。ちなみに僕、最近の洗車事情はと言いますと、全部自分で手洗い洗車をしております。今車僕3台持ってるんですけど、一度も洗車機に入れたことはありません。そう、これに関してお店で洗うとお金がかかるとか、かかんないとか、そういう問題ではなく、車が好きかどうか、それだけなんです。そうなんですよ。例えばすごいお金持ちの社長でも、車好きだからっていう理由で自分でフェラーリなんかこう洗車してる人もいるんですよね。そう、もちろんガソリンスタンドとかね、まあ、ディーラーさんとかで洗ってもらった方が当然楽です。コーヒー飲んでる間に洗車終わりますからね、当然楽なんですけど、僕ね、本当に今まで全部自分で手洗いしてるんですよ。正直タイミングによってはすごい仕事が詰まっちゃってて、本当に洗車する暇もなくて、でも雨に濡れちゃっててすごい汚れちゃってるみたいな時あるんですよ。そんな時でも夜中に一人で洗ってるんですよ。なんでそこまでするのかって、車が好きだから。ということで今回はアルファード、LS、アベンタドレス、この3台をまとめて手洗い洗車頑張ります。さあ、それでは早速洗っていきたいと思います。まずはアルファード、一番大きいんで一番大変なんですけど、洗車のプロではないので、あらかじめご了承ください。ただまあ洗い方としては基本的には上から下へ流していく方がいいと思います。下から洗っていっちゃうとね、もう一回上流した時にまた全部下へ汚れちゃうので、上から順に流していく。ただ僕の場合タイヤは先に洗いますね。砂とかついてるとまたボディに飛んじゃうんで。ただね、結構綺麗なんですよ、まだ。なんでもうさらっと本当に水洗いで、ボディのガラスコーティングもしっかりしてあるんで、基本的にもう水洗いだけで OK です。ワックスはしません。本来だとタイヤ結構汚れるんですけど、これね、冬用にスタッドレスにまだ2日前ぐらいに変えたばっかりなんで、全然大丈夫なんですよ、まだ綺麗なんで。はい、水をかけ終わりました。で、本来であればこの後泡立てたカーシャンプーつけて洗っていくんですけど、アルファードめちゃくちゃ綺麗な状態なので、もう水でホコリ落としてこのまま拭き上げで終わりです。はい、はい、拭きますよ。はい、よろしく。よろしく。これで拭いて。そう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 。ああ、すみません。オッケー。バッチリオッケー。いいね。これ。響きめちゃくちゃタイヤ好きなんですよ。さあ、拭き上げましょう。反対から全部ポンちゃんが拭き上げ頑張ってくれてます。で、普通のタオルで拭くよりやっぱりこういうセームで拭いた方が拭き上げ早いんですよ。最近見つけたんですけど、すごいいいやつがこれね、 G4 のシルクドライヤー、これ一回なぞると拭き上がるんですよ。めっちゃ便利。
はい、ということでアルファード洗車完了です。ほんとサラサラっとなんですけど、まあ綺麗な場合はそれで十分だと思うんですよね。結構こうこまめにやってればね、そんなにゴシゴシやらなくても十分綺麗なんで、それがベストだと思います。さあ続きまして Lexus LS 行きましょう。ボディの状態は綺麗だな基本的には綺麗だね。普段全然洗車しない人からしたら一体どこが汚れてるんでしょうかっていう話になると思うんですけど、まあ白だからちょっとね目立ちにくいっていうのもあるんですよ、汚れが。確か一回この間雨に当たったままなんで本当は汚れてるんですよ、厳密には。ただ前回洗車してからすごい時間が経ってるわけではないので、レクサスに関しても結構簡単な水洗いでいいかなと思います。いきましょう。どうですか、タイヤは。タイヤはどうですか。ね、いい感じ。ね、オーケー。うわぁ使いこなしてる。でレクサスの場合は専用のコンディショナーっていうのがあるんですよ。で拭き上げた後にこれをスプレーしてもう一回拭き上げるとめちゃくちゃ綺麗になるんですよ。はい、であと仕上げですね、ボンネットの中、ここら辺もね水がつくんでちゃんと拭き上げます。洗車完了。はい、やってまいりました。ついに本日の本題、ランボルギーニアメリカのスイッチ洗っていきましょう。ちなみに今回ランボルギーニ洗うのは初です。やっておりますアメンタドールポーズ。アメンタドールスイッチ、アメンタドールスイッチ、スイッチ。これはですね、ところどころ結構ホコリなんだよね、ホコリ。ホコリが溜まってるんですよ。夏に新車で買って、それ以来一回も洗ってないんで、年内に洗っておきたかったんですよね。フロントガラスもね、ちょっとわかりにくいんですけど、まあ結構汚れてます。そしてこれ後ろの方なんですけど、これマフラー周りがやっぱりどうしても汚れますね。で、最大の難関はここなんですよ。エンジンルーム。このアベンタドール S の場合、エンジンルームなんと、隙間がめちゃくちゃ空いております。余裕でこう手入るんですよ。バリバリ隙間空いちゃってるんで、まあ、正直言って水絶対入っちゃうんですよね、これエンジンルーム。ただ販売店の方に聞いたら、洗う時に水入っても全然大丈夫ですっていうふうにはおっしゃってました。まあ、そもそも車なんで当然雨の日も走るわけじゃないですか。そういうのも考えられて設計されてるので、思いっきり水こう高圧のスチームガンとかで入れなければ大丈夫ですっていう話でした。そういえばエンジンルームをお見せするのは初かもしれないですね。開けてみます。はいはい、こんな感じになっておりまして、すごい作りだねこれ。どうやって作ったのっていうレベルですよ。はい、こちらには V12 の文字が刻まれております。 V 型12気筒の NA ですね、自然吸気エンジン。
ただ車高が低いんで結構洗いやすいかもしれないですね。で、アベンダトーンに関してはちょっと泡つけてシャンプーつけて洗います。やばい、ボディがめちゃくちゃツルツルなんだけどこんなツルツルなんだ。はい、エンジンルーム周りこんな感じですね。半分ぐらいエンジンなんですよ、これ。本当に。OK、綺麗になりました。はい、ということで今日は車3台洗ったわけなんですが、大変、大変です。ほんと冬でも汗かきますね。3台連続洗車するのは あまりおすすめはしません。いや、それにしても今年のうちに車全部きれいにできてよかったです。で、まもなく2019年も終わるわけなんですけれども、皆さん今年1年どんな年でしたか？僕はそうですね、まあ全部話してるとキリがないので、特に思い出に残っていることをお話しすると、まあまずは車ですね。今年はもう車にめちゃくちゃお金を使ったんですけど、ランボルギーニアベンタドル S とアルファードのエグゼクティブラウンジを購入しました。まあこれに関しては正直すごいお金かかったんですけど、アルファードを買ったことで家族で出かけるのがすごい快適になりましたね。やっぱりセダンと比べて荷物がすごい詰めるんで、もうベビーカーバーンで荷物バンバンバーン、はーい、オッケーって感じで、まあやっぱり家族には便利ですね。で、ランボルギーニに関しては、まあ、正直言って動画以外ではほとんど乗れてないんですよ。忙しくて。いや、乗ればいいじゃんと思うかもしれないんですけど、あれで行くとやっぱ目立ちすぎるのと、あと駐車場ちょっと狭いとか段差があるとか、そういうこと気にしてると逆に普通より時間かかっちゃうんですよだから急いで行かなきゃいけない時に逆にすごい時間かかっちゃうんで、あんまり普段乗れないですけどね。あとはそうですね、イクメンオブザイヤー2019ですかね。そうそう、これですよ、イクメンオブザイヤー2019。イクメン動画クリエイター部門ということで、動画クリエイターとしては歴代初の受賞ということで、本当にこれも今年嬉しかったことの一つです。あとはなんといってもミュージックビデオ、ヒカキン&セキン夢ということで、かなりまあ制作に時間かかったのもあって、もう本当に年内ギリギリのタイミングにはなってしまったんですが、2019年にこれをリリースすることができて本当に嬉しく思っております。あとはまあ新曲関連なんですけど、先日のミュージックステーションウルトラスーパーライブ2019、ご覧いただいた皆さん本当にありがとうございました。キーカキン&セイキン、3年連続年末のスペシャルに出演させていただきまして、本当に嬉しく思っております。本当にね、そうそうたるアーティストの方々がいらっしゃるので、今回本当にいろんなアーティストの方々とお話できて非常に楽しかったです。今回楽屋がですね、隣がキングヌーの皆さんで、もうちょっと離れたところにオフィシャルヒゲダンディズムの皆さんがいらっしゃいまして、お話ししたり写真撮ったりさせていただきました。お手ありがとうございました。はい、ということでちょっと話が長くなりましたけれども、改めまして2019年もセイキン TV ご覧いただいた皆さん本当にありがとうございました。来年2020年はですね、また新たな気持ちで、より一層皆さんに楽しんでいただける動画作っていけるように頑張っていきたいと思いますので、変わらぬ応援よろしくお願いいたします。それではまた2020年にお会いしましょう。 See you next time。 それでも進めは我が道を果てし